ソケット A はアスロンサンダーバードからアスロン XP MP3200 までとデュロンとセンプランを含む低価格プロセッサで使用される AMD のプロセッサ用の CPU ソケットである。ソケット A は GEO で NX もサポートしている。ソケット A は453ピンのゼロインサーション、フォースピングリッドアレである。フロントサイドバスのクロックは AMD アスロン x p とセンプランに対しては 133MHz、166MHz、200MHz をサポートしている。AMD はソケット A の CPU クーラーの重量が 300g を超えないことを推奨している。重いクーラーはシステムが正しく取り扱われないときに台を破損する恐れがある。ソケット A は GEO で NX プロセッサで利用される場合を除いて、 製造中止となった。最初に初期のチップセットが 100MHz の FSB で始まり、より早い FSB に徐々に対応した。ソケットは変わらずピンコンパチであったが、クロック、タイミング、バイオス、電圧の問題のため、古いチップセットと新しいプロセッサの間に互換性の制限が生じた。 ありがとうございます。